プロスペロまたは X-3 はイギリスの人工衛星。イギリスのロケットにより打ち上げられ成功した唯一の衛星である。当初はパックと呼ばれていたが、イギリスのロケットを使用する最後の打ち上げとなることが発表された時にプロスペロと解明された。1971年10月28日4時9分に南オーストラリア州のウーメラ試験場より、 打ち上げられた。これによりイギリスはソ連、アメリカ、フランス、日本、中国に続き世界で6番目に国内で開発されたロケットを使用して人工衛星の軌道投入に成功した国となった。なお、この打ち上げの前にブラックアローを使用してオリバを打ち上げようとしたが失敗している。プロスペロは太陽電池の試験と流星人探知を行った。 テープレコーダーも搭載していたが、730回の使用後、1973年4月24日に故障した。2006年時点で、プロスペロからの無線電波は 137.560MHz で未だ続いている。ただし、公的には1996年に、イギリスの EN、ディフェンスリサーチイシタブリッシュメンツが、ハンプシャーの EN、ラシャムにある、 衛星トラッキング施設を閉鎖した際に動作を停止させたことになっている。ありがとうございます。